今日も一日お疲れさん、よろしくです。正解です。ジョンです。安井です。総太郎です。今日の企画は本音合コン。ということで、はい、今回ですね、皆さんにちょっとご褒美企画ご用意させていただきました。はい、ご褒美企画ね、ご褒美ね、はい。合コンしたくないですかと。はい。おー、したい、したい。したい。女の子と喋りたいやろ、みんな。喋りたいの、女の子と。ですね。まあまあね、まあね。ドッキリ怖がってるんすよね。いや、怖いっすよ、俺から。ないっすよ、ドッキリマジで。わかりますよ、何があんのかなって。ちょっとね、あんの？ビクビクはしますけど。ただの合コンなんで、あんましてなくないですか、合コンなんて。してないよ。合コンはそうですよ。まあちょっとね、まあ僕とジョン一応結婚させてもらってるんで、ちょっと合コンは参加できないんで、まあなんで今からその居酒屋に移動して、まあシンプルに合コン楽しんでもらうんですけど、まあ一個だけね、ルール、はい、ルール設けさせてもらってます。はい、ですか。思ったことを全部口に出してください。それが本音合コンです。そうです、そうです。はい、はい、はい。だからめちゃくちゃタイプの子来たら、うわ、これめちゃくちゃあの子タイプやって。買いすぎだよって。なるほど。とかね、ちゃんかわいい。だからもう相手に全部伝わる合コンというか、なるほどな。で、あっちも言ってきます。あ、お互いに本音な言われるね。うわ、めっちゃ顔タイプやとか、今の監督優しくて惚れてまうわとかね。初両方出るんですけど、聞こえてない程度、そこは。あー、行くよ。罵倒される可能性もある。全然こいつほんま気ぃ利かんな、タバコ臭いしのーって。いや、これはいい企画始まったね。お前そっちに興奮してる。おかしいやろ。だその方が効率よくマッチングできるじゃないですか。はい、確かに確かにね。じゃあ距離の近づけ方は早いかもね。そういうこと。そう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 。腹の内全部読まれるってことですね。そう、そういうことです。で、視聴者の皆さんも、あ、女の子ってこういう風に見られてるんだとかね。はいはいはい、その男の本音みたいな部分も楽しんでもらえたら、こんなこと考えてるんやと。そうそうそう。なるほど。で、今からね、早速、はい、居酒屋に移動させてもらいます。はい、はい、それではやっていきましょう。いつもありがとう。はい、ということで、女の子が今もうね、はい、居酒屋の方に向かっているので、はい、もうしばらくしたら女の子たち入ってくると思うので、はい、ゴーゴースタートと。こいつらが第一声どうなるか気になるね。うわーって、ちゃんと女性なんかいって、なんかドッキリかと思ってる口やろな、こいつら。楽しみやな。どんな本音が飛び出てくるのか、ちょっと見ていきたいなと思います。はい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 、ということで、いや、来ましたね。到着しました、席に。なんかあれですね、あの待合室の気分やな。おーい、本音やな。思ったこと言わなあかんから。思ったこと言わなあかんから。思ったことは俺ら無視していかなあかんの難しいですね、これね。なんかやっぱちょっと欲しいな、なんかこれ やってから言う。ちょっとオンで言ったら言った方がいい。こうやって言いますか、じゃあ。あ、そういうこと。そっちね、そっちにする。顔が、はい、言うてる顔がおもろいんじゃないの、やっぱ本音。じゃあこれにしましょう。じゃあ、天青いで言ったらにしましょう。上向いた時が本音な。はい、オッケーオッケー、分かりました。モニタリング側の方が絶対おもろいやろ。あ、なるほどね。あ、はい、なんか頼みますか。頼みますな。うん、とりあえずけど俺らが酒いっとかないと、うん、そうやな。女性側も全員即取りになっちゃうと、もう地獄のような空気流れると思うんで、飲めるんやったら飲んでくれた方が気楽っすよね、こっちとしては。そうね、そうね。うちたハイボールもらおうかな、じゃあ。飲み飲み。僕ハイボール飲みます。ハイボールいろんな種類あるけど大丈夫。黒ウーロン入んなきゃ。ハイボールちゃうやんけ。なんでオンで突っ込んでけへんねん。俺瓶ビールにしますわ。すいません、瓶ビール一つと、はい、チタハイボール、はい、と黒ウーロン入り、はい、タイプ被ったらどうするかとか決めときます。合コンっぽさで言ったらさ、はいはいはい、グラスの向きがとかあるじゃないですか。はいはいはい、なるほどね。じゃあ向きを最初の乾杯お疲れーってやった後にちょっと好きなの。ああ、そうですね。だから取っ手がまんまやったらちょっとさすがにバレるんで、取っ手の逆。ああ、じゃあこういうことですか。はいはいはい、取って逆方面に自分向いてるよ。そう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 、で見ながらちょっと調整しますか。はいはいはい。でまあそうなってきたら、なんで俺瓶ビール頼んでもないや。ストップ。なんで瓶ビール頼んでんねん、それはマジで。絶対グラスやろ。合コンとかマジいつぶりっすか。俺宿歌詞の目隠し合コン覗いたら、俺あれ類かも。そうだから、あれなかったら俺宿歌詞入ったぶりなんですけど。そうやな、入ってからやってない。あれ無理やもん。おはようございます。あ、ちゃちゃ、はじめまして。こんばんは。鬼のように緊張するな、これ。あー、お疲れーす。お疲れーす。狭いなー。お疲れ。狭いなー。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。柄も多すぎやろ。とりあえず一旦僕らだけ先頼んだんで。頼むな。怒られるよ。ありがとうございます。はい、ハイボール下ハイビーでした。はい、メリカリーか。いや、そう、いや、ケイリー肘パンパンやな、今日。マジ自己紹介からしよう。自己紹介からしましょうか。ね、いつもパンパンやろ、こいつは。言えるやろ。また落ちたら、すいません。はい、聞こうとかやな、俺。
どこがやじゃあ、あの、手が青いやつ、すっごいやめて聞こえないよお前、下普通にその T シャツ着とんかい。いや、オンで言うとんねんそれはな乾杯乾杯すいません、お願いします。お願いします。待たしてすいません。お前ね、マジマチくたびれた。いや、でもいたそれは、俺はオンで言えよ言えるやろ、別に。ささきストップ。ケイリーとしか話してなかったね、こいつら。ちょっと緊張してない？あ、緊張してるよな、絶対。エリカちゃんとマリナちゃんです。何されてるんですか、仕事。普段 TikTok とか投稿して、インフルエンサーやってます、一応。2人で、セットで。いや、セットで。仲悪いんか。でも違うんすね。でも見てわかるでしょ。2人何があると思います。共通点というか。双子、双子じゃないですか。姉妹なんですね。姉妹。ありがとうございます。似てるもんな。めちゃめちゃ似てるっすね。うわ、美味しそう。食べます。いただき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 ます。めっちゃ邪魔。だいぶ邪魔っすよね。めっちゃ邪魔だね。申し訳ない。今一瞬タメ口来た。絶対俺のことちょっと気になってるやろ。いや、美味しいよな。そうなる。二人はどっちが姉でどっちが妹なんですか。当てる？おもんないゲームすなよこいつ。ストップ。いいね、そうだろ、そうだろ。引っ張ってるね。どっちだと思いますか。体の向き的にお姉ちゃんで妹だと思います。体見てるやん。こいつどこ見てんねん。こういう寄り添い方してるから、常に整体向いてんのが姉ちゃんなんかなと思って。正解。こいつよく整体って言うよな。あー、全然俺いらんと思ってるぞ。難しい言葉使うシリーズ。伝わらんだけやし。お前別にこっちでええねん。ええねん、別に。上向かんでええから。上向かんでええから。あ、ほんと。稽古とかで使う言葉なのかな。俺あんま最初整体って何って思ってた。小分けでくれる。小分けなのか。すげえ、美味しい。めちゃめちゃええやん。よう考えたら俺らの方はただの飯なしで見えるっていう。俺ら2時間。これしんどいな。しんどいよな、こんなうまいのと男女見せられて。で、せっかくの仕掛け食べたいな。食べましょう食べましょう、そんなもん。食べない。兄弟仲良してくれ。悪いよ、ほら。マリ何食べたい。え、牡蠣食べたことないだけでしょ。いやでも、え、めっちゃ美味しいのにもったいないって。たまに目合った時の破壊力えぐい。どっちおもろいな。これどっち言ったらば今。名前わかんないでしょ。そうですよね。あ、そっか。はい、はい、安幸です。よろしくお願いします。安幸さんね。安幸さん、はい。なんて呼べばいいですか。なんかニックネーム呼びしたいと思う。そうだよね。あ、じゃあ安とかで。安、安、はい、お願いします。僕、宗太郎と言います。よろしくお願いします。それはもう、そうちゃんね。そうちゃん、そうちゃん。やばい、絶対全員名前覚えられない。あいちゃんがいいな。そうちゃんね、そうちゃんにしようか。はい。久しぶりの女の子にちゃん付けで呼ばれた。嘘つけ。嘘つけ。おもろいな。嘘つけって言えな。せっくんがいいかな。せっくんでいいよ。せっくん、せっくん、せっくん。ありがとうございます。ひわい、ひわいやな。ひわいかも、ひわい。ちょっと弱い。呼びやすい感じで呼ぼうね。うん、そうだよ。なんかそれぞれできてる。改めてちょっと名前をね、覚え直しましょうか。ケイリー。エリちゃん。エリちゃん。エリちゃんね。エリちゃん。エリちゃん。わかるか、お前名前。わからへん。向かいの子。え？これほんま取り繕うってこと知らんな。エリちゃんと？マリちゃん。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 ケイちゃん。ケイちゃん。エリちゃん。マリちゃんが。普段休みの日とか何してます？普段休みの日は、キモいけど、海で叫んでますね。叫んでる？結構。でも本当に言ってるもんな、それな。そう、なんか大体小田原か江ノ島かその辺電車でピーって行って叫んでるな。タイプかと思ったけどなんかヤバいかも。急に興奮してきた。なんでやねん。なんで叫ぶの？いや、なんかしんどないですか、普通に来てんの。え？なんかこいつやばいぞ、顔だけや。なんか病んでる。なんか発散したくならない。いろいろあんねんな。毎日だいたい地面見て歩いてるんで。ストップ。こいつほんま女の子にもこんな感じのこと言うんやな。カッコつけないんやな、ほんまに。なんて叫ぶの。なんで頑張ってんのにまだここやねんとか。それ合コンでする話か。ストップ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。今の本音とか言われるのこいつ好きやから。そうやね。今の日記の時に出てくださいが。こいつ無敵やな。
ね、何してる？次何してんの？映画見に行ってますね、大体。おー、いい。あー、いいね。最近何見ました？いや、見に行きたいんですけど、行けてないやつがいっぱいあって、うん、性欲とか見たいんですよ。性欲？新しい欲ね。性やったら見たかったな。なるほどね。いいですね、映画。洋画か、邦画どっちの方が好き？あー、でもどっちも見るっすよ、俺。あ、そうなんだ。お前、休みの日大体風俗やろ。ストップ。これで猫感の先だ。そんなことってさ、あえて思ってても言わんからさ、ほんで言うと、ネガティブなとかさ、お前そんな男ちゃうやろとかさ、全然ちゃうしな、絶対。そうそうそう、ちゃうし。聞いてないふりしねえかったもんな、否定できないっていう。映画好きなのいいな。セックは？映画ね。たまたま流れで俺の映画やな。本と読んでますかね。素敵。本読んだ。最近何が面白かったっすか？あれ覚えてる？見てない。あんたの投稿全部見てると思うなよ。デスゲーム、デスゲーム、デスゲーム。仲間が言ってんのおもろい。読書が好きならマリと趣味合いそう。好きなの？マリよく読んでる。何読むんですか？エッセイとか。そんな小説系っすね。難しいのは読まない。エッセイ系だったらでもそのとこ読むのかな。僕は裁量とかだったら読んでますね。エッセイ誰のやつ読んでるんですか？最近読んだのはデヴィ夫人。あ、おもろそう。面白そう、普通に。面白いですね。それこそなんか婚活の話がめっちゃ書いてあって、婚活それ気になる。うちもちょっといいよね。え、壮絶な人生のやつとかも書いてるんですか？そうです、そうです。おもろそう。シンプルにおもろそうやな。いいね。上よ。ええやん、ええやん、話回ってきたやん。ほんなら一時読んでね。ストップ。聞こえてるやん。聞こえてるやん。ちょっと可愛いとか、なんかちょっとこの子のこと口説きたいとか、そういうの欲しい。言ってほしいよな。だから宗太郎くらいしか本音出てないんちゃうかって。まだ安井家自分の本音に気づけないっていう可能性もあるからな。そうそう、なんかモワッとしてて、歌詞でしか出されへんから。そうやそうやね。合コンですからこれ。なんか盛り上がってはないよな。恋愛絡みを持ってほんま初対面の人が話してるだけっていう。どんな人がタイプなんですか？おっと、こういう話題の方がいいよね。女子が主導権握り倒してんな。男子もっと盛り上がってくれ。いやー、タイプか。そうやな。僕はもう母性ですね。母性？母性。ケイリーさんとかタイプってこと？ケイリー？化身よ、母性。母性化身やな。あ、そうなんや。やばい、母性見せつけてかなきゃ。赤ちゃんにするよ。あ、そうなんや。それずっと言ってるよね。え、じゃあド M ってこと？誰がですか？僕ですか？はい。なんか気持ちいい気分やな。ストップ。気持ち悪いな。答えろ質問。いや、まあド M といえばド M っすね。あ、ド M なんだ。多分ド M か。あー、言ってなかったんや。ド M がないな。両面っすからね。なんか残念そうっすね。え、いや、ド M だね。あー、どっちかって言った。別にそんな残念そうにはしてないけど、めっちゃ残念。自分でド M っていう女好きすぎてちょっと何も考えられへん。あ、こいつ。おい、やすぎ出せって。静かな人好きっす。終わった。終わったよ。静かな人なんや。静かな人や。最近めっちゃ明るい人ばっかりやったよな。できないこと言うな、今。監督は甘え上手なの好きやな。マリーちゃん。やばい、全員無理。マリーちゃん、マリーちゃん。向こうから甘えてくる。なんかうまい。いや、まあそれはもう。マリー飲んでみたい。飲みな。お酢みたいな味がする。お酢みたいな味がする。あれ、みちょ。みちょ。アセロラジュースみたいな。合コンあるある女子の空気感に飲まれる男。ストップ。こいつおもろいわ。え、どういう人がタイプなんですか？歌うまい人。言ってるよな。言ってるよな。歌うまいで好きになるの。それってやっぱハイトーンボイスみたいな感じなんですか？いや、もう一緒に歌ってて楽しいなって思える人が。歌好きじゃなかったらそもそも付き合えない。好きになるの。ダメかも。そこまで？なんとなく監督に余裕生まれてんな、歌うまいから。そうなんや。どんな人がタイプですか？
ほんとね、それこそ好きになった人がタイプみたいな、が結構引っ張ってくれる人とか、真面目が好きです。ああ、クゾには絶対沼らないかも。結構ちゃんと続くタイプ。ああ、そうかも。すぐには絶対別れたくないかも。一、ね、年以上は絶対付き合いたい。でも見た目は、いいね、それは。ああ、好きそうねってなるよ。ああ、見た目のタイプはあるかも。見た目のタイプあるよ。見た目は結構共通で。らしい。共通で似てるな。うちは分からないんだけど。そうなんや。じゃあ、はい。歴代彼女の人数教えてください。うわー、いいよ。一番長く付き合った年数とかも教えてください。確かに付き合った人数は多分12人。なんか指でめっちゃ数えてるこの人。付き合った人数11人ぐらいで。な、え、11？ 年齢がない31やからな。この人自分の人数言う前にめっちゃ保険かけてくる。1年半ぐらいじゃん。知らないかな。歴代僕5人ですね。5人で一番長いのが1年半。短いね、結構。短いってこいつらが9かな。何年付き合ってたの？2年ちゃう。ああ、そうなんだ。もう1年半とか付き合ったらその人のことをよく分かってくるっていうか、もうこの人とうまくいかないとかうまくいくとか分かってくるってこと。2年以降行くんやったら結婚しようとか、なんかそういうこと言わないとなんか悪い気してる。なんかすごいズルズルいた時に相手の時間無駄にしちゃってんなって思っちゃうから。ああ、まあでも確かにそれで気使って別れるんだったらまだいい方かもね。ダラ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 続かれるよりかは女の子からしたらね。エリが3人の10年ですね。なんで10年やばいね。何人ですか？これじゃあまあ4人で、長いのが4年。え、マジで長っ。そんな長いの？2人はね、長い方だと思う。だって22でしょ。どこのタイミングで4年行くの？高校から成人するまでとか。ああ、そう。ここ3年生はもうずっとその3年間で。中学校とかで何人か付き合ったとか。いや、高校から20歳まで付き合ってる。別れよ、何でなんの？これ以上がもうないなみたいな。ずっと一緒にいたら結婚してないのにしてるみたいな関係になっちゃってるから。ぶったんすか、それ？はい、自分から。それ以上の幸せがもうないって分かったからってこと？うん、渋い方。聞くこと、おります。うん、美味しい。トロトロ、うまい。トロトロはエロいやろ。ヘイリーがマネージャーにしか見えへん。なんか男子に話しかけてくんないかな。安行たまにはなんか振ってくれ。なんかないの聞きたいこと。なんか仕事してて一番大変だと思ってますか？真面目なやつ女。つまんない。つまんなすぎやろ。合コンでその話したくね。なる。ストップ。つまんないな、やつ。こいつさ、どうやって恋愛してんの、お前。王様ゲーム。え、すごい。何、王様ゲームって。それこそアプリとかで、なんかありそうですか？確かに、確かに。ほんまにやんのや、ほんまにやんの。行こう行こう。ストップ。なんだよ、マジ。やれよ、それは。なんでな、これ後で安い説教やな。せやな、これは、お前すかしすぎやってな。王様は誰ですか？ありがとうございます。おお、何番が何？じゃあ2番の人が4番の人にあーんで食べさせてください。誰が2番と4番？2番誰？あ、4番誰？全然ええねんけど、はずいな。え、逆に親友やから。親友だからね。はずい。逆にね、まぶすぎてね。セック行こう。トマトな、トマトな。ちょっと塩つけてあげたら。はい、つけてつけて。行こう行こう行こう。いただきます。すいません。はい、すいません。じゃあ、何してんねん。隠してないで。隠しちゃいけないじゃん。ありがとう。おいしい。うん、もう嫌かも。じゃあ次行こう。次行こう。誰が王様？王様だあれ。お、王様の言うことは絶対。5番が4番になでなで。頭なでなで。5番が4番に頭なでなで。5番は誰？5番誰？お、近っ。すごいな。誰が見たい？こんなの。いや、持ってってるな。ここまで来たらもう俺ら見たいっすよ。やったらやったら。お返しですよね。あー、今お返しようって。じゃあすみません、なんかありがとうございます。行こう行こう行こう。失礼します。ありがとうね。
ありがとうございます。そうですか、もっと来い。ほっこりした、ほんまに当たらなくてよかった。いい感じのスタートダッシュじゃないですか。そうね。はい、王様誰ですか。王様誰。おお、来た来た。1番と2番、うん、恋人つなぎ。おいいんじゃない。1番誰。どうぞ。2番なる。人生のピーク来た。よーっ、これやって。そうって恋人つないで、これでいいんですか。いいと思う。まあこうやって確認して時間稼いでいくで。ストップ。最高こいついいな、この企画で。なんかもちもちだった、うん、緊張しすぎて何も覚えてない。やってもた。ちょっと透かしやすい気にもちょっともうちょっとな。そうやんな、言ってほしいな、これぐらい。俺のがしたかったわとかな。お酒飲む。いやーけどほんまにあれやね。終了。はい。あらららら、らどうでしたか、本音合コン。いやー不甲斐ないっす。いや、これはほんまに下手くそっす、シンプル。全然盛り上げてくれなかったの。いや、そうだね。そうやんの、めちゃくちゃ盛り上がってくれて、いろいろ話題もめっちゃ恋愛のこと。いや、すごいちょっと可愛い子呼びすぎたよね。緊張しちゃった。あ、やんね。いや、舐めないでいただきたい。おその通り。いやでも、そんなのからは結構本音聞けたよ、正直。うん、てか、俺は情けなかったと言いつつ、この3の中ではまだ頑張って。いや、頑張ってめっちゃ頑張った、こっち。そうたろ、この企画、VTR じゃなかったもん、こっち。え、でもうち一つ思ったことがあって、うん、3人ともマリのこと見すぎじゃない。え、あ、そうなの。全然そんなことないよ。嘘、ほんまに。多分、あんま喋ってへんから、大丈夫かなと思って見たりはしてるんですけど。見てる回数で言ったら、2000ぐらいよ。どういう相場。40誰ともやってないよ。いや、僕も頑張ってたと思う。いや、お前は一番あかんかった。ひどかったよ、やっさん。マジで。もうすごいなって、こっち酷評だった。何にも喋ってくれない。振られてもおもんない回答しかせんし。何お前、仕事の楽しいことと。あれ、なんか違う。あの話題はマジで喋るわ。合コンってああいう話するんじゃないの。ああいう話はしないでしょ。マジで分かんないんだけど。そうやんな。ほんま違うんや。もうちょっと練習せないかんわ。あかんよ。そう、あれ、まず最後に、はい、タイプ聞くの。誰が良かったか、うん、男性陣目つぶって手を挙げて出して、この人となら付き合ってもいいかなと、面白かったなって人と手を出してあげてください。合コンですからね。もう決まってたやつ、女に。それではお願いします。せーの、皆さん目開けてください。おお、あケイリーさん、ちょっと握り方。ほんでどうぞ。いや、マジ人生のピークちゃう今。そうだ、どこが良かったっすか。ご飯食べてるところが可愛くて、うん、作ってあげたから。あ、バケバケ食べるからね。顔やね。顔ね顔ね。顔やろ。いっぱいおしゃべりできて楽しかった。あ、しゃべってくれた。しゃべりやね。いや、待って男性も聞きたい。あ、そうそうそう、聞きたい。そうや、何でも見るよ。せーの。おお、それはもう、それはそうです。なんでやねん。アコマッチングしました。アコマッチングだっすね。アコマッチングなんで。なんやこれ。お願いします。じゃあ二次会で、はい、二次会行こう。皆さんでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。